デンマーク・ノルウェーの領土1800年頃、デンマークによるアメリカ大陸の植民地化は、デンマーク王国及びデンマーク・ノルウェー同君連合が17世紀から20世紀まで築いた交易を中心としたデンマーク植民地、帝国であり、その大半はアメリカ大陸に設立された。デンマークとノルウェーは一つあるいは別の形態で13世紀以来、グリーンランドにおける、 領有権を維持してきた。グリーンランドは17世紀まで多ヨーロッパ諸国の関心外に置かれていたことで、他のヨーロッパ諸国のアメリカ大陸の植民地化とは異なる道を歩んだ。980年代にノース人が開拓したグリーンランドは13世紀にノルウェーの支配下に入った。ノルウェーは1397年にデンマークとスウェーデンと共に カルマル同盟に入り、グリーンランドを含めたその海外領土は同盟の領土になった。グリーンランドのスカンディナビア人開拓地は長年の間に衰退し、15世紀には消滅したが、ノルウェーはその領有権の主張を維持した。1521年にカルマル連合が分裂した後、1536年にノルウェーとデンマークはデンマークノルウェー二重王国に再編され、 グリーンランドに対するノルウェーの領有権主張は新しい王国に引き継がれた。デンマークノルウェー二重王国はヨーロッパ人の開拓地が衰退し接触がなかったにもかかわらずグリーンランドの主権に関する主張は続けた。1660年代、北極グマノエが王室の紋章に追加された。この頃、デンマークノルウェーの船舶が ヨーロッパの様々な国の船舶と共に、グリーンランドに向かい北極クジラ漁を行った。ただし正式な再植民地化は試みられなかった。1721年、ルーテル派牧師、ハンス・エゲデが、デンマーク王フレデリク4世に、昔のノース人植民地を探求する許可を求めた。もしそこが存在している場合に、宗教改革後もカトリック教会のままであるか、あるいは、 キリスト教を帰教しているかを確かめようとした。フレデリク4世は少なくとも部分的な植民地化の試みに同意し、エゲではこの島に布教するために出発した。エゲではノース人の生き残りを見つけられなかったが、イヌイットに遭遇し、彼らへの布教を始めた。ゴッドハーブに開拓地を設立し、1724年には最初の子供に洗礼を与えた。 1730年、新王クリスチャン6世が、グリーンランドのヨーロッパ人をすべて呼び戻したが、ハンスエゲデは、妻のガートルードに励まされて残留し、さらなる開拓と交易への道を開いた。エゲデは、グリーンランドで15年間を過ごした後、グリーンランドでの役割は、息子のポールエゲデに任せ、デンマークに戻ってグリーンランド神学校を設立した。 1733年、改革者、ニコラウス・フォン・ツィンツェンドルフの追随者で、ヘルンフート出身のドイツ人宣教師団が、ムークの南に、ニューヘルンフート開拓地を設立することを許された。1774年になってデンマークは、王立グリーンランド貿易会社を設立し、グリーンランドの統治を一任させ、イヌイットとの交易独占を成功させたが、統治とは、 名ばかりであったために、デンマーク政府は1912年になって、王立グリーンランド貿易会社の統治権を剥奪した。また、グリーンランド島は広大で冷量とした気候なので、居留地のほとんどが沿岸部など氷のない場所に寄っている。そのため、人口密度は低く、イヌイットの総人口に比べ入植者の人口は少ない。しかしイヌイットが、 産業や政治的勢力を持たなかったことで入植者の実行植民地化が進み、1917年以降はデンマークの支配が前頭に及ぶこととなった。1814年、ナポレオン戦争の勝利国によってノルウェーはデンマークから分離し、キール条約でスウェーデン領となった。この時、デンマークがグリーンランドを含み植民地権益を継承した。 1861年からはグリーンランドで地区議会議員を選出することを認めたが大半の決議事項はグリーンランド人が代表権を持たないデンマーク議会で決められた。アメリカ人探検家ロバート・ピアリーが1880年代と1890年代に発見した事項によってアメリカ合衆国はグリーンランドの土地に対する領有権を主張した。 この領土論争は1917年にアメリカ合衆国がデンマーク領バージン諸島を買収することで決着した。さらに1905年にスウェーデンからの完全な独立を達成していたノルウェーがデンマークによるグリーンランド領有に異議申し立てを行った。ノルウェーは1931年に捕鯨業者、 ハルバード・デボルドがグリーンランド東部の無人地帯を占有したことを指示し、そこを赤毛のエイリークの土地と呼んだ。1933年、常設国際司法裁判所がデンマークの主張を認める裁定を下した。第二次世界大戦において、デンマーク本国がナチスドイツに占領されたことに伴い、アメリカ合衆国に保護された。そのため独自性が強まり、 戦後にデンマークに主権が返還された後、1953年に海外軍に昇格した。そのことに伴い、グリーンランドはデンマークの植民地状態から一歩進め、デンマーク議会に代表を送ることのできるデンマーク王国と一体の領土にした。1979年、グリーンランドはデンマーク議会から自治を認められた。2009年、 防衛と外交を除きすべての支配権がグリーンランドに移譲された。グリーンランドがデンマーク王国の一部であることは変わっていないが EU にも入らず自立傾向にある。そして本国のデンマークとは物理的にも文化的にも離れており独立を求める声が多い。デンマークノルウェー王国の探検者、科学者、商人及び開拓者が 17世紀と18世紀に、デンマーク領西インド諸島を領有した。デンマーク領、バージン諸島のクリスチャンステッド1672年に、バージン諸島のセントトーマス島、1683年に、セントジョン島での植民地化を始めた。ただし、セントジョン島の場合は1718年まで、イギリス領、バージン諸島を形成していたイギリスとの、 領有論争があった。また1733年にはフランスからセント、千と黒い島を買収した。18世紀、カリブ海のバージン諸島は二つの領土に分かれていた。一つは、イギリス領、もう一つが、デンマーク・ノルウェー領だった。デンマーク・ノルウェー領の諸島は1755年まで、デンマーク西インドを呼び、ギニア会社が運営していたが、その後は、 デンマークノルウェー王室が買い上げた。18世紀と19世紀初期は、奴隷労働を使った砂糖キビ栽培が諸島の経済を振興させた。デンマークの製造者がアフリカで奴隷を購入し、それを西インド諸島で売却し、砂糖がデンマークに送られるという三角貿易の形態が取られたが、ナポレオン戦争の敗北以降海上貿易は不振となった。 1803年に奴隷貿易は廃止されたが、奴隷制自体は自由なイギリス領諸島への大量の奴隷逃亡や奴隷の抗議が続いた後、1848年になって廃止された。デンマーク領バージン諸島は海賊の基地としても使われた。この諸島ではイギリスとオランダの開拓者たちが奴隷を使わない大きな集団に成長した。 彼らの言語が支配的となったので、デンマーク政府は1839年に、奴隷の子供が英語による学校に入学することを義務付けた。1840年代から1850年代に、その人口はピークに達したが、その後経済不況のために出国するものが増え、人口は減少した。この傾向は、アメリカ合衆国がこの諸島を買収した後まで、 続いた。1880年の人口は3万4000人だった。1868年、島民はアメリカ合衆国にその植民地を売却することを投票で決めたが、その提案は拒絶された。1902年にはデンマークがアメリカ合衆国の買収提案を拒否した。1917年、アメリカ合衆国が奴隷制廃止以降経済が、 傾いていたバージン諸島をパナマ運河に対するドイツ帝国からの防衛の拠点とするために買収した。ありがとうございます。